JGDIY チャンネル。デジタルカメラを楽しむチャンネルです。皆様こんにちは、 JG です。今回もデジタルカメラを紹介します。キャノンのイクシーデジタル50です。1. スペック情報。2004年発売。撮像素子は 12.5 型 CCD。 有効画素数は400万画素。焦点距離は 35mm105mm。 光学ズームは3倍。開放 F 値は F2.8F4.9。 撮影感度は ISO50400。 動画撮影サイズは 640×480×15fps。 モニタサイズは 2.5 インチ、23万ドット。専用電池は NB4L。 記録メディアは SD カード。幅×高さ×奥行きは 86×53×20.7mm。 本体重量は 130g。 2. 現状確認。この個体の外観に問題はありません。このカメラは2023年にジャンクで550円でした。バッテリーは付属していませんでした。バッテリーは NB4L。 充電器はローアのマルチ充電器です。 3. 動作確認。では動作確認します。電源ボタンを押します。電源が入りました。状態表示がされて正常に動作しています。電源ボタンを押します。電源が切れました。電源ボタンを押します。状態表示がされて正常に動作しています。シャッターボタンを半押しします。シャッターボタンを押します。シャッター音が鳴りました。レンズが正常に動作しています。電源ボタンを押します。レンズが引っ込み電源が切れました。5、写真。阪急京都河原町駅。市場大橋。南座。レストラン菊水。鴨川。東火災館。出雲の奥に像。出雲の奥に説明文。出雲の奥に像。花見工事。花見工事。花見工事。八坂神社。八坂神社武殿。八坂神社武殿。八坂神社本殿。伏見稲荷大社楼門。上手者。お稲荷様。お稲荷様。伏見稲荷大社本殿。お稲荷様。お稲荷様。鳥居。千本鳥居。千本鳥居。
千本鳥居。千本鳥居。千本鳥居。JR 稲荷駅。宇治川と朝霧橋。立花橋。紫式ぶどう。宇治橋。夢の浮橋の戸籍。宇治橋。平等院表参道。平等院鳳凰堂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 。京阪宇治駅。京阪宇治駅。6動画。動画サイズが 320×240 になります。鴨川、宇治橋と宇治川、宇治橋と宇治川、京阪宇治駅。7、評価。高角端にあるときピンボケが発生します。ピントが合うと良い写真です。静止画は400万画素ですが、初期値が 1600×1200 のようです。動画の初期値も 320×240 のようです。評価は可とします。イクシーでのピンボケ写真が3例目です。電気回路的に問題があるのではないかと考えます。あまりにも多すぎる。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。